はい、私はですねプロドラマーを目指す11歳の少年を取材しました。力強い音色を響かせる小さな少年の大きな夢とは、ご覧ください。大人顔負けのドラムを叩く少年、酒井響くん11歳。実は彼全く目が見えていないんです。これは視力を失った全盲の少年の10年に及ぶ物語です。2006年9月東大阪で生まれた響くん、両親が待ち望んだ待望の男の子。2歳年上のお姉ちゃんと仲良しで、いつも笑顔の絶えない生活を送っていました。しかしそんな響くんに悲劇が。1歳の時ある異変が起こったのです。1歳半ぐらいの時に、はい、ちょっと左目が目線が合わないなっていう感じで写真っぽかったので、はい、で近くの病院に連れて行ったんですけれども、特に異常もなさそうだし、もう少し大きくなってからきちんとした検査をしましょうということで、そのままで過ごしていたんですけれども、本当にガクッと目線が合わなくなりまして、すぐに大きな病院に行き検査を受けてみると、両目ががんに侵されていることが発覚。さらにいつ脳に転移してもおかしくない非常に危険な状態だったのです。すぐに両眼摘出手術をしますと、その場で初診ですぐに言われました。まさか我が家の息子が大きな命に関わるような病気になるなんて思ってもなかったんで、もう何が起こってるのか全く分からなくて、現実を受け止められずセカンドオピニオンを求め東京の病院へ行くも、診断結果は同じ。しかしすぐに手術に踏み切ることはできなかったのです。全く見えなくなる真っ暗闇の中に我が子が行ってしまうっていうことは、本当に違う世界にこの子が行ってしまうんじゃないかっていう、もう私はもうとにかく取りたくなくて取りたくなくて、もう嫌だ嫌だと本当に何ヶ月も粘って、その後がんの進行を遅らせるため抗がん剤治療に。副作用の影響で髪も抜けていく。しかし日に日に視力は落ちていき、病状が悪化するばかり。いつ脳に転移するかわからない状況、決断が迫られていた。このままではもうこの子は死んでしまう。結局最後は主治医の先生に言われた言葉があって、お母さんって、私たちは医者だから本当に命を助けたいんだと、でもその取った後の響くんを育てるのはお母さんだし家族だし、辛いこともすみません分かってるんだけれども、でも助かる命だからとにかく命を助けさせてくださいって主治医の先生に頭下げられまして、それでやっぱりもうこの子は生きなきゃいけないんだなと思って取る決断を最後しました。はい、苦しみつつ苦渋の決断を下しました。奇跡的に転移はなく手術は成功。その後無事回復し退院。しかし日常に戻ると大変な生活が待っていました。もう何もできない、もうおもちゃでも遊べない、ただ同じ場所に座って、食事も見えなくなったので何食べてるのか本人もわからないので、もうまず食べなくなりましたし、我が子の現実を受け止めきれなかった母は泣いてばっかりで、もうずっと下を向いて、で響を外に出すのも拒んで、やっぱり見られるのが辛いっていうのもあったので、
生活的にもこう暗いこう空気がずっと漂った中でのもう日常だった。そんな塞ぎ込んでいた母を救ったのは響きくんのある一言でした。ママって僕なってもう目見えへんけど何でもできるからなって、もう泣かんでいいよってって言われたことが本当に大きくて、ああもう泣いたらあかんと思って現実を受け止め、その後母と子の二人三脚明るい生活を取り戻しました。そして3歳になりすぐに興味を持ったものが、流れてくる音とかに合わせてこのマドラーでもうそこら中柱とかをもうこうずっと叩いてたりとか。目が見えない分音に敏感に反応するようになり、音楽に合わせ家中をマドラーで叩き出した響きくん。それならもっと思い切りやらせてみようと試しにドラムを叩かせてみると、大喜びしすぐにドラムにはまった響きくん、メキメキと上達。そんな彼に運命の出会いが。人気ユニットのデフテック、家族に連れられ初めてライブを訪れた響きくんは生の演奏に大興奮。ライブ終了後知人を通じなんと楽屋に招待されることに。いけるっしょ、日本を知って立ってくれたドラマ少ないんだよ。当時のことをデフテックに聞いてみると、2歳で目を失って、でも4歳5歳ではもうドラムっていう意識があるなら、こっからのスピード伸びしろどんだけあるんだろうっていうのがやっぱり僕の期待値も高いですし、うん、この子にどうしてもスポット当てたかったっていうのはありますね。紹介させてください。デフテックのバックバンドで決まりなんで。4年後に一緒にセッションしようって言われた時に夢を与えてくれたと思いました。デフテックさんって響きくんにとってどんな存在ですか？明確な夢を持ってなかった僕に夢を与えてくれた大親友です。デフテックとの出会いをきっかけに本来の明るさを取り戻した響きくん、今では積極的にいろんなことに挑戦するように。一人で自転車にも乗れるようになり、好奇心旺盛で努力してできることを一つずつ増やしていきました。さらに最近では、憧れのデフテックのマイクロの趣味でもあるボートサーフィンにも挑戦中。ふわふわ滑ってる感じが気持ちいい。もちろんドラムの腕前も上達し、今ではこんなことまで。ほんまに初めて聴く。一回かけてみるね。明るい曲。最近この日初めて聴くのはスキマスイッチのガラナ。まずは1曲を通してドラムの音とリズムを聞き取ります。いけそう。まあいけるかな。そしてたった1回聴いただけで、はい、デフテックと共演する夢に向かって努力してきた4年間。あの言葉が響きくんに生きる意味を与え人生を変えてくれました。あの日から4年後、
阪で行われたデフテックのライブ。終盤に近づき会場のボルテージも急上昇。そしてついにこの瞬間が。紹介します、スーパードラマー酒井響。ここに段差がある。いけるか。 OK、 ドラムス酒井響。大阪が生んだ本当に素晴らしいスーパードラマーだ。ドラムス酒井響。実はこんな素晴らしい世界に生まれたんだ。させていただいてありがとうございました。そして4年前にデフテックと約束したことを今日叶えることができてすごく嬉しいです。そして最後にママ、今まで僕を育ててくれてありがとう。僕は僕に生まれてきてよかったです。
これからもプロドラマーとして一生懸命生きていきます。ママもう泣かんといたな。いやー、響くんにとって音楽が心の支えであり夢であり目標であって、それってまあすなわち親御さんにとってもね生きる支えになったのではないかなと思います。改めてこう音楽の持つ力の強さっていうのをね、 e-girls のお二人、はい、ご覧になっていかがですか。いや本当に私たちも e-girls として音楽を発信するお仕事をさせていただいてるんですけど、本当に音楽は無条件にいろんな人が同じ気持ちになれたり感動したり夢を持てたりって本当にすごい力を持ってるんだなっていうのを改めて感じましたし、本当にもうお母さんに対する感謝を聞いて、なんかそうして自分はもう力強く生きていけるんだって自信を持てるっていうのがすごく、本当に音楽を通して持てるのはすごく本当に素敵なことで、もう私たちももっともっと頑張ろうと思いました。はい、ですよね。で、今、はい、デフテックとセッションしているところをご覧いただいたんですが、この後、はい、響くんはですね武道館でもドラムを披露してくださるんです。はい、今回響くんはロサンゼルスを訪れXJAPANの YOSHIKI さんと対面、そして今日の夜6時半頃から武道館でお二人のスペシャルパフォーマンスが行われます。そちらもぜひ楽しみになさってください。すごいですね、されど母は強しになっていますけど、お母さん以上に子供が強い ね、 ねすごいですね。すごいな。さあ、お母さんの顔も素晴らしかったですね。そうですね、やっぱりね、親御さんの気持ちにね、努力はこう、はい、なんていうんですか、うん、新しい才能を生むんですね。いや本当にね、輝く姿が素晴らしいなと思いました。はい。